全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしておるかな。わしの名前は大木戸じゃ。今回は11月19日発売予定のポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールで絶対にゲットすべきポケモンをわしがしっかりと教えていこうというふうに思うんじゃの。ダイバといえばやっぱりこのポケモンムックルじゃの。ムックルはストーリーの一番最初に訪れる201番道路でゲットすることができるぞ。さらにレベル14になるとムクバードに進化して特性が威嚇になるんじゃの。威嚇は相手の攻撃を1段階ダウンさせる優秀な特性じゃぞ。レベル34になるとムクホークに進化する。攻撃種族値は120、スムーサ種族値は100と、とても優秀な物理アタッカーになるんじゃの。レベル技ではインファイトやブレイブバード、技マシンなどでは空を飛ぶトンボ狩りなど非常に強い技を覚えるので、最初から最後まで使える超おすすめポケモンなんじゃの。電気タイプで仲間にしておきたいといえばコリンクじゃな。コリンクは序盤に訪れる202番道路でゲットすることができるぞ。特性は闘争心と威嚇の2種類があるんじゃが、ゲットする場合は威嚇のコリンクをゲットするようにしよう。レベル15でルクシオに進化、レベル30でレンドラーに進化と、早い段階で最終進化ができるのがおすすめポイントじゃな。しかしそんなレントラーにも残念な点があるんじゃの。攻撃種族値120にもかかわらず、レベルアップで覚えられる物理電気技がスパークと雷の牙のみという、ちょっと残念な感じになっておるんじゃの。特攻種族値も95と悪くないので、もし旅場で使うのであれば10万ボルトや雷など技マシンで覚えさせるのをおすすめするぞ。草タイプのポケモンをゲットしたい場合はスバミーをおすすめするんじゃの。スバミーは204番道路でゲットすることができるぞ。スバミーからロゼリアへの進化は夏季進化なので、ちょっとだけめんどくさいかもしれないの。ロゼリアの段階でレベル技でしびれ粉やメガドレイン、ギガドレインなど優秀な技を覚えることができるぞ。光の石を使ってロズレイドに進化させれば、草タイプ威力80のエナジーボール、毒タイプ威力90のヘドロ爆弾など優秀な技を覚えるんじゃの。種族値も優秀で、特攻種族値はなんと125、特性の自然回復も戦闘から引っ込むと状態異常が治るということで、とても頼もしい相棒になること間違いなしじゃぞ。水タイプの王道、やっぱりコイキングじゃな。コイキングはコトブキシティでボロの釣り竿を入手すればゲットできるようになるぞ。レベル20になればギャラドスに進化、特防種族値100に対して防御種族値は79と少し低いが、特性威嚇で相手の攻撃を1段階下げることで優秀な耐久力を発揮。ただし電気タイプは4倍弱点なので注意するんじゃぞ。攻撃種族値は125と、とても強い物理アタッカーなんじゃの。レベル技では氷の牙やアクアテールを覚えるんじゃが、何より竜の舞を覚えるのが最高じゃぞ。技マシンでは地震や滝登りを覚えるので、竜の舞で攻撃と素早さをしっかり上げて全てのポケモンを八つ裂きにするんじゃの。貴重な炎タイプと悪タイプを合わせ持つデルビルじゃの。ダイパ原作には登場しなかったが、プラチナから参戦しダイパリメイクの PV に映っていたことにより内定が確定したポケモンじゃぞ。レベル24でヘルガーに進化すると、特攻種族値が110、素早さ種族値が95と、かなり優秀な特殊アタッカーになるんじゃの。レベル48で火炎王者、レベル60で悪巧みを覚えて、技マシンでは悪の波動やオーバーヒート、大文字など特殊アタッカーにふさわしい技をしっかりと覚えるので、
まさにパーティーのエースと言っても過言ではないんじゃないかな。やっぱり最後はこのポケモン深丸じゃな。深丸は迷いの洞窟地下1階に出現するので絶対にゲットするんじゃぞ。レベル24でガバイトに進化、レベル48でガブリアスに進化と進化のスピードは遅いんじゃが、合計種族値は600、攻守ともにバランスの取れた種族値をしておるんじゃな。レベルでドラゴンクローや穴を掘るなどの使いやすい技を覚え、技マシンでは剣の舞という積み技や威力100の地震やストーンエッジを覚えることができるぞ。まさに全てのポケモンを破壊するポケモン界の王じゃな。ただし氷タイプは4倍弱点なので勘弁してほしいんじゃな。いかがだったでしょうか。今回はわしの中で特におすすめするポケモンを6匹ほど選んで紹介させていただきました。他にもドータくんやトリトドンなど特性やタイプが優秀なポケモンもいるし、プラチナから参戦したラルトスを進化させたサーナイトやエルレイドなどもとても人気のポケモンじゃの。さらに大ポリメイクでは探検セットを使って行くことができる地下大洞窟にポケモンの隠れ家というものが存在し、そこでしか手に入らないポケモンもいるようなので、今回紹介したポケモンたち以外にも魅力的なポケモンと一緒に冒険できること間違いなし。今から大ポリメイクが楽しみでしょうがないんじゃの。これからもポケモン実況攻略動画など頑張っていくので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。11月19日0時からはポケットモンスター大パリメイクの生放送もしっかりとやっていこうと思いますので、そちらもご覧になっていただけると幸いです。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。